フェイスタオル。うわぁ、おめぇ、ほんとじゃねえか。見たぞおぉ、初の女性マジシャン。よろしくお願いします。女性マジシャンか。あ、はい。お、このように行けます。お、本当ですか。じゃあこっちから見ますね。はい、ここにこのヤジと新聞紙があります。はい、ありますね。ありますね。これを今から消してみせます。はい、おー、来た。お、お、目をかぶせます。はい、今ちょっと寒いなって。寒いですね。寒いのに結構ね、この花も咲いてきて、梅の季節、春が近づいてるのかなって感じがありますね。はい、いなくない。違うと思います。違うと思います。人のマジックに対して違うと思いますなんてある。違うと思います。違うよ、多分違うよ。いなくなりました。ドンキのあのコーナーのさ、おもろいでしょの感じはちょっと冷めるよね。そう、なんで今日は僕以外のメンバー5人にジョークグッズを2つ、1人2つ持ってきてもらいました。笑わないのことが前提でしょ、今回は。はい、だから笑わないことをもう証明してあげますよっていうことですね。そしてあのジョークグッズのつまんなさを皆さん体感していただきたい。そんな動画やでも芝居は雑魚したと笑っちゃうわけだから、その我々がそのちょい足しちょい足しして面白くして提出したら笑っちゃうじゃん。でもそのグッズの実力だなっていう使い方をしてくれれば、なるべくその我々はあの素のまま素材の味を楽しんでください感で提出した方がいいよね。そうですね、はい、まあ基本の使い方みたいな。前振りぐらいはいいけど、ね、基本の使い方か、うん、まあ細かいレギュレーションなしでお願いします。レギュレーションにお願いが入るのってあんまりない。お願いします。定められるもんじゃないのなんて。爆笑させに来てるってことなんか、年見てるだけ、ノリに乗ってんだよ。年見て、自信あんだよな。本当に、ここにイタコさんを呼べるなら撮りましょうよっていう話をしたら、来てくれる人いました。本物のイタコさんです。ということで今日は7人の人に来てもらいます。その中には1人だけ本物のイタコさんがいます。1名1です。で、7人に目の前で高齢図を見せてもらいます。これ厳しいの、実は6人だもんね。イタコさん本当に普通にやるだよ。本当によく仕事を受けてくれてよ。入ってきてもらえますか。もうそうですね、ちょっとワクワクしてくれ。先にちょっとさ、イタコ界の出現ってなんだろうね。イタコーとかやるのはどうですか。どうですか。一応行き過ぎちゃった時に、使用用途によるだろ。それテンション上がり過ぎちゃった時に。心の準備できました。行ってみるしかないもんな。じゃあ入ってきてもらいます。どうぞこちらへどうぞ。お願いします。お願いします。ちょっと待って、校長さん食べるよ。校長さん、どうしましたか。皆さん、はい、左から1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番7番がどうしましたか。7番で、6番3まではマジで本当にわからないよ、今。五条悟れるのよ。だって6番さんまでは五条悟になったと同じ控室だったので。じゃあ慣れてるわけ。僕もさっき控室に入ったら崩れ落ちました。右に行けば行くほどセクシー、はい、左に行けば行くほどセクシーじゃない。はい、じゃあみんな目つぶって、そっち行ってほしいな。はい、かけていい。はい、言います。ヒント言いますよ。オスのライオン。オスのライオン、分かんないけど。なるほどね。どっち。オスっていうのは結構ポイントよね。オスね、セクシーではないっていう。なるほどな。そうなんだよね、だからセクシーではないんだよな。一番エロい動物は何だよね。ですか。ヒョウ。ああ、まあセクシー目だよね。まあ猫科だしね。ケツの上がり具合とか。まあ確かにそういう言葉もありますね。目標とかね。ああ、確かに目標あったね。ボディラインはっきり見えましたね。いや、動作大体そうだよ。1種目目なんですが、はい、この中からギーになります。ギーギーね。本当に今日対戦相手チャンさんの弟がいるらしい。なんで。すごい。めっちゃ身内じゃん。たまたまこう何十億人からこうやって言ったら当たったってことですね。そうです。あ、それすごいな、確率。そう、だからチャンさんなんていつも撮影全く興味ないのに今日来てる。確かに今日なんでいるんだろうなと思った。全く興味ないのにね。全く興味ない。興味ない、やばい。興味で来るもんじゃないの。なんか見てえなじゃないの。で、なんか振りが鋭くなってる。そうなんよ、これどう入ってんの。
れるぞ。うわうわうわ、何球だった今。57球目です。うわ7球目半分だよそれでも。もうクリアやん。一旦休憩。さすがにね、レントが必要なんですけど。あっすごいじゃん。あれこれいっちゃうんじゃない、これ50ですよ。おー、1回下がってみようと思います。今50か、あと50回。これ休憩やだね。正直ちげちゃう。多分100以上打ってるんですけど、やばいね。集中して。野球チャンネル。集中集中集中。あ、いいよ、続いて。危ないよ。危ない。いい。いいじゃん。行け。え？これは？これどうした？これはダメです。やべ。これはね。ダメなのか。これダメなんですよ。プロに当たっちゃダメなんだ。ダメや。69回続きますね。うわ、やばい。緊急の動画回さないと。ずっと回してる。もうわけわかんないな。メロゴールドとバンペイユの企画だからメロゴールドじゃないの。メロゴールド、バンペイユがこうだね。そんなのいくらなんでも下手くそなんじゃなかったね。ちょっとこれでかい。これでかすぎる。これだけでかい。じゃあ、としみつにバンペイユがメロゴールドの配当権あげるから、どう？バンペイユメロゴールド、どう？メロゴールドでした。おお、俺もそっち派、はい、感じたか。インスタとかだけど氷めっちゃ買ってた。見れちゃうよな。見れちゃうね、あれ。いつか手切らないか心配なんだよ。切ったらあげてくれない。いつやのお料理日記だけだから。4番目、はい、チョコマミがこちら。なんだこいつ、なんだ目ちっちゃ、すごい顔だな。自分探しのために出発だ。いや個性的だな、いい顔だな。で、2コマ目、はい、どうも、ぶつかっちゃった。大丈夫か、これ5コマ目。ウィース、友達だった。え、友達だった。で、4コマ目、自分探しのために。知ってたんだ。はいはい。あ、顔がね。虫まで。虫、鳥、車、全部自分になっているってことなのかな。自分探しの旅終了。うわー、これまたなんか癖がありますね。この顔さ、人中飼いじゃない。飼い出るの。飼い出るじゃない。飼い出るだけで。飼い出るアニじゃん。弁別にいるこの3人は、長期記憶チームということで。私が大事に育ててきた、もう頭の中に培ったものがありますので、それぞれ自分の後ろにいる人がね、短期で覚えてきまして、クイズで戦っていくというね、うん、勝負になっております。つまり下段は何もしなくて、上段の人が頑張ったって。そう、下段は生きてただけ。はい、第5問。ハリー・ポッターと炎のゴブレットにて、ハリーが水中で呼吸をするために持っていたものは何でしょう。酸素ボンベや。魔法の世界だよ。真面目に生きてきた人、世の中にいるじゃないですか。しっかり勉強してきて、嘘もつかんと、ひたむきに生きてきた、そんな人間は人狼をやった時に多分弱いじゃないですか。嘘とかずるいことが苦手な人でも勝てる人狼の方がいいんじゃないかなと思いまして、ああ、新ルール用意しました。おお、その名も博識人狼。人狼っていうのはね、普通は平等な状態で始まるんですけど、今回逆に博識なやつにはちょっと有利な条件になっておりまして、今からですね、とある問題が出されます。それに対して正解をみんなで話しながら答えをね、一個導き出すわけですけど、市民の人たちは普通に市民っていう書かれた紙が配られます。人狼の人はですね、なんと問題の答えを見ることができます。知った状態で会話に参加するんですけど、市民の人は普通に問題の答えを話し合って一つの正解を導き出す。人狼の人は逆にその正解にならないように、あえて別の方に行けるように会話を誘導します。はい、ルールだと結局人狼は嘘ついてませんか。人狼の時は嘘をつこう、それぐらいはやらないといけない。え、でも普段の人狼だって市民の人嘘つかないですよ。うわぁ、おめぇ本当じゃねえか。やばい、合ってるかなって俺も思ってた。本当じゃねえか。ちなみにこれって3時間絶対いなきゃいけないんだっけ。そうそう。無意よ、無意。これあれだもんね、今スポーツ店でキャンプ用品見てテンション上がって座ってるだけだもん。
まあ我々ね、今までいろんな映像を作ってきますので、環境というかシチュエーション作りは非常に上手だと思います。今から我々はですね、こんなのかっこよくなりようがないでしょうがよっていう、まあ一個のね、テーマを出します。はい、でそれを受け取った側は、でもこれってこういうシチュエーションだったらかっこよくねっていう映像を作って提出していただきます。うん、まあ僕の提出するやつ、いつも先に言いますわ。はい、へへへっ、手をこいてる姿ってどう考えてもかっこよくないというか、あ、へこいてしまいました、お恥ずかしいっていうところなんですけど、ここでへこけるなんてかっこいいっていう風になるのか。うん、僕の考えてきた激ダサシチュエーション、スマホいじってて電柱にぶつかる。うわー、そういうやつか。ダサいね、ダサいね、しゃんなさい、もうごまかしようもないかも。うん、私、まあ、こうシチュエーションあるかどうかわかんないんで、まあ、うんちして外出たら、うん、トイレットペーパーがズボンに挟まっちゃってて、カラ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 ってなるやつ。そんなシチュエーションに一回も見たことない。ないない。ないけどもまあね、恥ずかしいなっていう。まあ、まあ確かに恥ずかしくはあるよね。はい、やしたさん、ヨーグルトのこの蓋をこう舐める。あー、キモいかも。どんなイケメンがやっててもね、やってるやつ、もうやるけど、これだ、どうやって誰がもらうか決める。まあもうこれは、あの今からこれじゃなかった。なるほど。はい、これこれじゃんけん勝った人から取っていきましょう。はい、最初はグーじゃんけんぽい。なに、よっちよっち、最初はグーじゃんけんぽい。よっち、最初はグーじゃんけんぽい。よっち、なに、なに今のじゃんけん。チョキガチ、チョキガチね。やるぞとしたら下手すぎるぞ。はい、はい、6ページ目です。はい、絶対持ち帰りシートと思う。はい、それじゃあ行くぜ。はい、頼む、お願いします。昔話でそんな楽しめるね。そうだ。だって、だって持って帰ると思うもんね、こんな。これ結構飛んでる。木ちっちゃいもん。やられた。形フェイストール。アレッツスタート。最初の種目は握力でございます。高校生の平均値が18歳で 43.1。 はぁ、ゴリラしかおらんやん。全部女子から言うと27。27以上いきますよ。まず1回目できて、ゴリラじゃん、お前。俺180 LB LB って何？ LB LB って何？ LB であんなお前勝手に知らねえよ。このキログラムでいきます。わあ、おお、ほんとこれ45なんだけど。45ね。ちゃんと平均あるじゃん。右左手いきます。はい、すごっ。 50.4kg。 僕確かベストが一番いい時に 35g いったんで、ちゃんと筋トレしてる時に。今どれぐらい落ちてるかなんですね。いきます。お、37.2。甘いな、多分ちょっとこれが。うん、甘いな、甘いな。まあでもこれをちゃんと自分たちで変えるっていうのも大人の特権なんで、僕は受け付けません。確かに。ほら、 34.7kg。 おお、5点です。握力で5を取ったの生まれて初めてかもしれない。じゃあみんなもしかしたら全部更新していくかもしれない。ねっ、藤さんの思い出がめちゃくちゃ成長してるかもしれない。いきまーす。ほっ、47.1 です。47.1です。せい、 51.0。 いくよ。待って、格好どうした？高校時代の記憶に戻れるから。俺記憶ねえだろ。